皆さんこんにちは、神戸店の遠藤です。神戸店オーナーズ、今回のご紹介は E90325M スポーツ、オーナーは K 君のお車になります。じゃあまずフロント周りご紹介させていただきます。基本あの M スポーツのバンパーなので、M スポーツのバンパーに 3D デザインさんの、リップスポイラーを、装着させていただいてまして、その下にプラスで付けれるオプションのカーボンフリッパーを左右に付けさせていただいているのと、プラスしてこのサイド左右ですね、こちらにヘラー製のデイライトを埋め込み加工で装着させていただいてます。あとキドニーグリルの方は BMW パフォーマンスのブラックグリルにしてまして、ボンネットですね、こちらも変わってるんですけども、こちらのボンネットはセイボンというアメリカのメーカーさんのボンネット、カーボンボンネットなんですけども、かなりまあ、ほぼ原型がないと言ってもいいぐらい作らせていただいたといいますか、急に M3 と同様にこの左右にダクトが抜けているボンネットなんですけども、そのダクトは塞ぎまして、でこのパワードームも実はもっと奥だったんですね。でわりかしカクカクしたようなドームで作られてたのを、92の M3 の純正ボンネットからこのパワードームの型を抜きまして、位置を前にずらして成形させていただいてます。プラスこのボンネットダクトは 3D デザインさんのダクトでして、まあ、これももともとカーボンなんですけど、周りを全部スムージングして埋め込んで、同色に仕上げて装着したと、もう本当に一点もののワンオフカーボンボネットになってます。はい、続きまして横からのビューなんですけども、ホイールの方は 3D デザインのタイプ3の、単造ホイールですね、ちょっと今廃盤になってしまった色なんですけども、ハイパーブラックの色になってまして、中に入ってますのはブレンボの一時キット、色キャリパーの色と、まあ、ロゴですね。これはオーナーさんからのご希望でオリジナルで仕上げさせていただいてまして、キャリパー色はキャンディーレッド、ちょっとまあブレンボ純正の赤とは、発色が違う赤にさせていただいたのと、ロゴはレーシングキャリパーとかに採用されてます、丸文字のロゴで仕上げさせていただいてます。でタイヤはもちろんアドバン AD08R ネオですね。実はボディにも大きくサポーテッドバイアドバンと、各所に貼ってあるんですが、毎年神戸で開催させていただいている BMW ファミリーウェスティンの方の宣伝カーとして一時使わせていただいたことがありまして、もっと派手なデカール、ファミリーだよっていう感じのデカールで仕上げさせていただいてたんですけど、それをイベントが終わった後に剥がして、で、アドバンのタイヤを履いてたんでアドバンだけ、オーナーさんのご希望で残しているという状態だったんですが、実は、出先でフロントがちょっとタイヤがパンクしてしまって、急遽どうしても変えなきゃいけないという状況で、昨日までフロントはちょっと違うメーカーのタイヤを履いてたんです。で後ろは V105 ってアドバンスポーツを装着していただいてたんですけど、撮影をさせていただきますというお話をさせていただいて、であればやっぱりアドバン貼ってるんでアドバンにしますということで、ネオバを昨日組ませていただいたばっかり、前後新品の AD08R ですね、入ってます。ドアミラーの方は、これももう定番ですけども、欠かせないポイント M ドアミラーに変更させていただきまして、サイドスカート、こちらは M パフォーマンスのこのサイドスカートキットですね、丸々交換するタイプのサイドスカートになってます。ここにプレスが結構強めに出るのと、奥にこれダクト風な、貫通はしてないんですけども、アクセントが入るデザインのサイドスカートです。サスペンションの方は K 君も何セット目ですかね、2セット目、そうですね、2セット目のサスペンションになりまして、最初にお越しいただいた頃は、ドノーマルといったあれですけど、スノー M スポーツの状態でご来店いただいたのが、大学生の頃だったと思うんですけども、今はカーベイのクラブスポーツの足回りに変更させていただいてるんですが、
まあ、それも吊るしの状態、そのままの商品の状態ではなくて、バネレートですとかあの長さを変更して、まあ、原車合わせてセッティングを取らせていただいた仕様にして乗っていただいてます。まあ、かなり安定性も高いですし、まあ、非常に懐のやはり深い、クラブスポーツの足場ですね。続きましてリアの方ですが、まずルーフスポイラー、まあ、基本あの 3D デザインさんのパーツを非常に多く使っていただいてるんですけど、唯一ここだけですね、ハーマンのルーフスポイラーを使ってます。ここ浮いてる感じとこう張り出し上がってる感じが強い、ルーフスポイラーをつけまして、でテールランプは BMW 純正の後付けのブラックラインテール、ちょっとスモグがかってるテールの方と、マフラーなんですけどこれもワンオフ品でして、このテールエンドの部分はかなりデザインが特徴的なテールなんですけども、サクラムというメーカーさんのテールエンドを使って、他、もう前まで駅マニまでですね、もう全部ワンオフ品になってます。後で音をご紹介しますが、かなりの快音を NA6 気筒 NA の BMW の6気筒ならではの乾いたかなり気持ちいい音がなってます。続きましてインテリアのご紹介です。まずシートですね。シートは2脚、運転席助手席ともにレカロに変えていただいてまして、こちらは RSG のアルカンターラとレザーを、まあ、ハーフで使っているモデルを2脚揃えて、つけていただいてます。やっぱりこのシートのデザインが2脚揃うっていうことは、まあ、助手席に乗る人がいないなんていう方も結構いらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱり2脚揃ってるとすごく車を外から見た時の印象もかっこいいですし、まあ、インテリアの完成度としての仕上がり、まとまりも非常に高くなると思うので、やっぱり同じデザインですとか、レカの2脚揃えっていうのはとってもおすすめの内容になります。ステアリングですね。ステアリングの方は、これもパフォーマンスパーツ、純正パーツなんですけども、まあ、アルカンターラの D シェイプ仕様、に、まあ、ステッチがシルバーのバツ縫いっていうステッチが入ってまして、でプラスここに LED の、シフトのインジゲーター、回転数に合わせてここがパパッと光ると、ここに車両の情報が、デジタルで出る、モニターがついてるタイプの、ステアリングに変えさせていただいてまして、でパドルレバーはもともとこの年式ですと引いてアップ、押してダウンが、まあ、左右ともにできるパドルが標準なんですけども、後期モデルになるとですね、まあ、引くだけプラスマイナスっていう仕様になるので、まあ、その後期のものを流用して、まあ、ちょっと一部中の配線を加工させていただいて、まあ、パドル後期仕様という形にしております。あとシフト周りですね、こちらの方は、車両 AT なんですけどもマニュアル風の仕上げになってまして、アクティブオートベルグのマニュアルシフトノブと、これもワンオフで作成したアルカンターラ仕様のシフトブーツ、それからこれもサイドブレーキのブーツもお揃いで、同色で仕上げさせていただいたのと、プラスして 3D デザインさんのスタック製のメーターつけていただいてるんですけど、まあ、灰皿部分にインストールするフェイスパネルキットなんですが、アルカンターラを貼って、まあ、この統一感を非常に高く上げているという仕様になってます。フロアマットの方なんですけども、オリジナルのフロアマットなんですけども、一番まあ毛並みの厚いタイプのベースマットを使っておりまして、でプラスしてスタディ AG の赤い、縁取りのロゴなんですが、これは刺繍ではなくワンオフでワッペンを作成してフロアマットに埋め込んでつけているという仕様に、特別仕様になってます。トレードインスピーカーですね、 JBL 製のトレードインスピーカーも、インストール済みになってます。
で足元ペダルの方はシュニッツァー製ですねのアクセルブレーキフットレストで揃えさせていただいてます。あとはユピテルさんのレーダー探知機。続きましてエンジンルームのご紹介です。先ほどご紹介させていただいた、セイボン製のカーボンボンネットなんですけども、ボンネット開けた裏面の処理の方も手を抜かずにこの辺の、まあ、加工跡ですとか、あとはそのパワードームの位置をずらしたんで、この元々入っている骨組みから隙間が出てきたりします部分があるんですけど、その辺のシール処理をしっかりさせていただいて、まあ、強度も稼いでる仕様になってます。あとはメイドインジャパンのグループ M ラムエアシステムですね。ちょっとアルミテープ貼って目張りしてるんですけども、まあ、よりキドニーグリルから入ってくる走行風ラムエアを効率よく入れるように、まあ、余分なところから空気が入らないようにちょっと目張りしてますが、吸気音も非常に気持ちよく、治癒高回転域のですねレスポンスパワー感なんかもかなりグッと出るインテークになってます。それからこれもよくつけていただいている商品ですけども、 ARC さんのパワーブレスターバーの方と、まあ、カーベイクラブスポーツの特徴的なちょっと見えづらいですけどピロアッパーが入ってまして、まあ、こちらでフロントのキャンバー角の、調整ができる仕様の足回りになってます。エンジン本体の方はまたちょっと見えないんですけど、プラズマダイレクトを装着済みでして、プラスしてプラズマグラウンドですね、アースの強化をするプラズマグラウンドの方と、あとは、ホットイナズマがついてます。あとはエンジンマネージメントの方は 3D デザインさんの DME フラッシュプログラムをインストールさせていただいてまして、これもやっぱりパワー、トルク、レスポンス NA には非常におすすめ、まあ、ターボの方の方がその変動率とか上がる馬力数というのはすごく大きいんですけど、まあ、NA も何が一番効いてくるかというと、まあ、エンジン本体を触らないのであればコンピューターチューニング、これが一番馬力が上がるチューニングになりますので、で 3D さんのは OBD という診断ポートからデータの抜き差し、まあ、インストールができますので、非常におすすめです。まあ、デイライト埋め込んだり、ボンネットもダクト変えてみたり、でブレーキも色変えてみたりっていう、まあ、オーナーさんならではのこだわりと、まあ、スパイスエッセンスを加えて仕上げた仕様になってます。オーナーの K 君もやっぱり90が大好きで、まだまだ90だと、まあ、ここ最近になってもいろいろちょっとブラッシュアップしたりとか、まあ消耗品を交換したりとか、メンテもしっかりしていただいて、2005年式のお車なんでもう10年以上が経過してるんですけども、まあ、非常に綺麗なコンディションを保ちつつ、まあ、例えばもうエンジンがダメになってきた、ミッションがダメになってきたっていうことがあったとしても、まあ、乗せ替えるなり直すなりして、まだまだ長く付き合っていきたいと、非常に大切にされているオーナーさんの愛とこだわりが感じられる1台ご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。